はい、こんにちは。こんにちは。野口です。中谷です。なおでいいんじゃない。なおで。なおです。なおこちです。よろしくお願いします。お願いします。今日は12月の14日。14ですね。はい。あったかいね。めちゃめちゃあったかい。あったかいですね、はい、多分これ脱いでやるんですよね、はい、で今日は草加アスマキッカーズさんのところからご依頼いただいたので、はい、ゴールキーパークリニックをやりたいと思います。初めてのチームなので、まあ、どういう形のレベルかわからないんですけど、また新しいあの練習方法を子供たちに落とし込めたらなと思って、はい、やります、はい、まあ、ちょっと楽しみましょう。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。前まで次やるとどうかな。そうですね。ゴール前でもやばいです。そしたらちょっと場所変えた方がいい。はい、正解。おはよう。おはようございます。こんにちは。じゃあ、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。長谷です。お願いします。今日はどんな感じでやったら、はい、あれってチームの練習の時間を使って。そうそうです。了解です。で、4人キーパーがいて、はい、どこを使って大丈夫。ここにゴール設置するんで、はい、あ、なんかずらすんですよ。ゴール、はい、ゴールはまあ、あれ大人なので。おお、ファイトゴール。はい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 、はい、ちなみにあれなんですけど、誰から。あの、ドバシさんです。で、あの、僕が元々あの、ドバシさんから聞いて、はい、動画見せてもらって、はい、あ、いいなと思って、で、やってもらいたいなっていう話で、はい、どういう風な話聞いて、視聴者の方伝えて、ここで大会やった時に小川さんに。あ、そうなの。で、小川さんが、あの、YouTube でもそのメガネを見て、はいはい、それを彼らに見せて、プレイしたりして、5、6年生はちょっとそれを真似したりしたことがあります。一応今日ちょっと考えてるのが、はい、あの、もちろん基本的な構え方っていう仕方とかっていうのもあるんですけど、せっかく4人いるんで、はい、お互いで練習し合えるようなとか、はい、あとはボール投げ方とか、多分、はいはい、やり方分かっても投げるボールが悪かったら、ね、はい、多分練習にならないと思うので、はい、多分そういうところの方が、はい、その、はい、長い目で見た時の、はい、こういう練習をこうやってやっとけば、はい、まあ、変な話、またどっかでキーパーコーチに習う時があったら、はい、スキル上がってるよね、みたいな形のメッセージだけ、落とせたらいいかな。っていうところがあるので、はい、4年生が一応2人で、はい、5、6年生1人ずつ。あ、わかりました。で、4年生はどしろしつなんで、何の問題もないです。まあ、じゃあまずグローブ取りましょう。何挨拶してるからね。まずグローブつけれ。これ持ってるよ。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。はい、
笑顔で3、2、1。 OK。 じゃあ、okay. また会いましょう。で冬に合宿もやってるから、バンドよかったら来てください。はい、ということでね、はい、創価アスマキッカーズさん、はい、トレーニング終わりましたけど、はい、なおこっちどうでした？やっぱただ知らないだけで、うん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 、やっぱトレーニングを、うん、やっぱ知ったきっかけで急にこう上手くなったというか、うんうん、あのレベルがぐっと上がって、女の子もいたんですけど、確かに小4、うん、全然ボールも怖がらず、うん、あの小6のシュートもバンバン止めてたんで、ね、すごかったね、すごかった今日あの今日やったトレーニングはね、あのペナルティーエリア内に侵入した時のポジション移動、うん、あの正しいポジション取れてれば、あの4年生の女の子でも6年生の大きい子のシュート止めれちゃうよっていうところも、うん、あの実感できるとやっぱ違うよね。そうですね、うん、でやっぱり僕たちみたいなキッパーコーチがしっかり見て、何が良くて何がダメだったか、どこまでが良くて、うん、どうしたら良くなるのかってところをこう素直にね、あの子たちも聞いてくれたからすぐに上手くなって、あの監督の方もすごいびっくりしてね、あの一番4年生の2人は初心者って言ってたぐらいなのに、あの上手くなってね、そこはすごいなと思ったので、またこういう依頼があればね、行きたいですよね。ぜひ、はい、またあの視聴者の皆さん、ご依頼いただければなと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではお願いします。